キックボクシングに限らず、ボクシングやその他の格闘技に怪我ってつきものですよね。どれだけ気をつけていても、ちょっとした気の緩みが出た時や、試合前に追い込んでいたら怪我をしてしまったっていうケースはよくあると思います。その中でもたまにやってしまうのが鼓膜の怪我です。前回のビデオで来月試合に出る予定ってことは話したのですが、今回僕も練習中に鼓膜を破ってしまいました。状況はそこまで大きな穴が開いてるって状況ではないので、試合になんとか間に合うかなって状況です。ただ練習ではスパーリングや約束組手などはできない状況です。この状況に直面した時に、一番最初はネガティブ思考に陥って負のスパイラルにはまってしまいました。食事と練習の量、質、時間を試合で勝つために全て捧げてきたのに、なんでこのタイミングなんだよってずっと思ってました。試合で勝つために遊びの誘い、食事の誘い、プライベートの楽しみの時間を全てキックに捧げて、生活は仕事している時間以外は全て練習していました。そのため怪我をした直後は腐りかけて、嫌な気持ちに水と栄養を与えて嫌な気持ちを大きくしました。1日に24時間って限られた時間の中で、嫌な気持ちを大きくすることに時間を費やしていました。ただ今は気持ちが少し落ち着いて、これじゃダメだってことに気がついて、1日に限られた時間しかないのだったら、嫌な気持ちを大きくすることに時間を費やすのではなくて、限られた練習の中で何ができるのだろうか、普段見つめ直すためにテクニック、動きなどはないかなど、前向きに物事を考えるようにしています。具体的な行動イメージで言うと、限られた時間を何も生み出さない時間に使うのではなくて、何かを生み出せるように行動するように変えました。この考え方をしないと勝利の女神は振り向いてくれないっていうか、こうやって腐らずに頑張っているといつかは微笑んでくれるのであって信じて頑張ることしか今はできないので、この考え方で頑張っています。それでは今回僕が試合前に耳の鼓膜が破れてしまったケースがあなたの役に立ってもらえるとマジで嬉しいです。前回の動画やネガティブ思考に陥って負のスパイラルから脱出する方法っていう動画は説明文にリンクを貼っておくので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。それでは今回のエピソードはいかがだったでしょうか。あなたの意見が知りたいので、コメントまたはメッセージ待ってます。それと何か感じることがあったら、動画を共有してもらったりグッドボタンを押してもらえると助かります。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。